いってらっしゃいませみたいな感じになると思います。さあ、じゃあ始めていきましょう。まず、ちょっとね、まあ、個人情報的な部分もあるんで、そこは黒塗りにさせていただいております。はい、ドン。ね。母さんナイス。兼任弁護士の犯行がありまして、ここはですね、僕の方で読みましょうかね。まあ、ですね、ここは、要は壁パパの方ですね。ここに関しては壁パパの住所とか連絡先、そしてその下が弁護人で、そして、一番ここ、一番、下がですね、ここに欄って書いてありますね、ここ。ちょうどこの、ここ。ここね。マントス以外は受け付けない、そういうことです。一番下がですね、万年欄、ババの本名と、桜の住所ですね。はい。なぜかね、私があれしたときは桜井っていう名前になってましたけど、私確認したんですけども、弁護士さんと一緒に、そこの住所、当該住所に確認をしに行ったら、なぜか、表札は桜井っていうふうになってましたけど、まあ、誰が受け取ろうがですね、そのね、もう国に認められた、身分証明書の住所になっておりますんで、そこで受け止めたというかね、受け取りっていう形になりましたんで、もう知らないわよと。私知らないわよ。何なのよって。私が受け取ってないのに裁判なんかできるわけないじゃないって言っても、まあ、ババアはね、もう地獄に落ちろということで裁判は着々と進むと。もう6月23日に裁判は始まりますよ、ということがここに、記載されてるわけでございます。よかった。ね。地獄に落ちろ、ババ。マジで。本当に。ババ、地獄に落ちろ、本当に。うん。満突されたババ。うん。俺だって言ってるんでしょ。うん。頑張ってくれ。うん。はい。その内訳でございます。はい、ドン。はい。はい。損害賠償請求事件ということで、訴訟物の価格が220万。合計ですね。要は、200万と、弁護士費用が20万ということと、その他ね、印紙額1万6千円と、与の、有権っていうんですかね。これが6000円という形になりますんで、2万2000円と。222万2000円を負けた方が仕方なしげないですね。まあ、このままですと、まあ、6月23日欠席になりますと、まあまあ確定裁判という形になりますんでね。まあ、旅行がてら頑張っていってね、私は違うなよと。私はやってないんだからと。あんなあなたが悪いんだから。私はやってねえんだからっていうことをね、淡々と言ってもらえればと。で、証拠等々もね、きっちり出しております。こちらに関してはですね、晒された、ツイッターでの身分証、あと前後の配信とですね、あと、ある YouTuber、サルオかなの YouTuber チャンネルで事実を認めちゃってるんですね。はい。まあ、これは僕は第三者的な、話ですから、多分、サルオのチャンネルですね。サルオのチャンネルって、サルオっていうのは俺見てないんですけど、サルオのチャンネルで事実を認めていると。あれは私、まず晒されたんだから、みたいなね。誰も晒されてないんですよ。あなたの、等数のオールモザイクの何かを出されたっていうのはあるかもしれないですけど、カベパパさんは誰のことも、さらしておりません。カベパパは全然関係ございません。はいね。はい、次いきます。はい、ドン。はい。はい、第1、請求の収支ということでね、被告は原告に対し金220万円及びこれに対する例は、これ1月21日から支払い始まる約半分の割合にて金を支払い。訴訟費用は、被告の負担とすると、この、判決並びに、仮執行の宣言を求められちゃいました。ババー、ババー求められた。求められた、ババー、ババー求められた。うん、そして、豆山くん、助けてね、スパチャ投げてる場合じゃないよ、豆山くんに。ね、破産してる場合じゃないよ。破産関係ないからね、これ。破産関係ないですからね、これ。うん。チケット売りのキックバックだってもう全部取られちゃいますかね、これ。うん。豆山くん、守ってくださいよ。言うわな。うん。ガチでやってますからね。うん。ね。どうですか、万年さん。ね。60手前で自己破産と、そして、自己破産してるにもかかわらず、金持ってるアピールからの、保証される。そして、負け裁判。もう確実にこれ負けますね。これ、小倉に、裁判に行くのにも、旅行になるんで、破産管財人に言わなきゃいけないですね、万年さん。請求の原因ということでね。こちらはですね、まあ、どういった経緯かっていうことがね、これね、嘘の申告できませんので、
嘘の申告できませんので、裁判っていうのは。もう裁判で、裁判日が確定してる時点で、証拠に基づいて、この上告が認められてるという形になります。はい。ね。当事者原告は、事件当時は北九州医療刑務所に従事していたが、現在は退職をして、YouTuber で、かげべパパという名称で配信活動をしていると。そして、被告は YouTuber において、万年乱という名称で配信活動を行うものである。ある。ね。令和5年1月21日、被告は Twitter 上において、何ら原告の同意なく、原告が当時所属していた北九州医療刑務所の身分証の写真を提示した。なんで壁パパさん、なんで壁さんの出しちゃったのっていうね。全然関係ない。100歩譲って俺とかね、懲役さんのだったらわかるけど、なんで壁さんのと。なめやまくんがしっかり守ってくれるから、ばらも安心。なめやまくん。ね。そもそもね、ね。あ、ボスさんナイス。そもそもね、子供を置いてね、ラブホにしょっちゅう行ってるっていうこと自体がね、頭おかしいんで狂ってんじゃないのって。マジバカなんじゃないのって。子供を置いてラブホ行く。それをね、西山も分かってて、ラブホに行っちゃう。いや、子供大丈夫だなと。言えないのかって、お前ら。大丈夫って。バカなんじゃないのって。ねえ。なんで子供を置いてラブホ行けんのババが。ねえ。なんでババホテってんのねえ、ラブホで。意味が分かんないんだけど。まあ、スパチャで金飛ばしてる場合じゃないですよ。はい、次行きます。はい。それ以降、被告は、自身の YouTube チャンネルにおけるライブ配信所にて、上記の Twitter で載せた身分証について、原告が当時被告に名乗っていた影丸であると結びつけた上で、原告が前科を有していることを指摘し、北九州医療刑務所で前科を有している者が公務員として働くことはおかしい、法務省に報告する旨の発言をしたと。その結果、かかる被告のツイッターでの原告身分証の提示、YouTube でのライブ配信による原告が前科を有していること等の個人情報が不特定多数の人に、下にさらされることとなったと、被告の法的責任、上記、被告の行為は原告の前科情報を SNS 上で不特定多数の配信者が閲覧できる状態で、提示し、原告の名誉毀損やプライバシー権を侵害したものであり、違法なものであることは明らかであるため、被告は原告に対して民法709条に、基づき原告に生じた、損害を賠償する責任を負うということですね。一個戻ります。ここドンいきます。はい、原告に生じた損害を賠償する責任を負うという形になります。はい。はい、慰謝料としてね、原告の損害ということで慰謝料として原告が、被告が原告の前科を適時した結果、原告が20年以上の前科を有することが大勢の不特定多数の、下にさらされており、原告のプライバシー権、憲法第13条や名誉に対する、侵害、は極めて大きいと言えると。また原告は被告に、当該、行為により、当時の職場であった、ここ大事です、当時の職場であった北九州医療刑務所に、原告が前科を有することを知られたと分かり、原告は医療刑務所の居場所をなくし退職せざるを得なくなったと。これら、上記の事情を鑑みれば、原告の当該行為は極めて悪質であり、これによって負った原告の精神的、被害、精神的損害は金200万円をくだらない。ね。くっつけた資料に関しては、こちらですね。訴状、通本と証拠、証明、3つですね。あと、交互の、悪書の写しと、訴状、委任状。だから、1、2、3、4、5、6。6通で、付属書類をくっつけてると。まあ、証拠も含めてね。はい。もうね、これは、だから、豆が220払えば終わりです。それで終わりです。なんで俺が払わなくちゃいけねえんだよ。絶対。なんで俺が払わなきゃいけねえんだよ。俺関係ねえだろとか言いそうですけどね。お前が守るっつったんだよ、バカだろ、クソ豆。